視聴者さんと一緒に天下統一を目指す、あきみろです。はい、今回から遊んでいくゲームは PS4 版の新三国無双7エンパイアーズになります。このゲーム、私は2周目となります。1周目は上級でエディット部署5名を用意して天下統一しました。今回は視聴者さんの皆さんから名前を募集させていただいて、僕も含め計17名のエディット部署を作りました。今回はその17名の部署だけを使って天下統一を目指していきます。そして難易度は修羅でやっていきます。いやー恐ろしい。まあこのエンパイアーズ、シミュレーションの三国と同じように武将をね大量にゲットしていった方が有利になるんですけど、まあ、17名という縛りを入れてどこまで戦えるかですね。で、最初からいきなり17名同じ勢力としてやるんではなく、最初は私一人から始めて徐々に視聴者の皆さんの武将を集めていく、そんな感じにやっていきます。で、始めていくシナリオなんですけど、結構迷ったんですよね。今回どこからやるか、ちょっと修羅を堪能したいっていう気持ちもあるので、反東オタク連合で行こうかなと思います。ちょっとここでね、各勢力がどのぐらいの強さを誇っているのか見ていきましょう。先ほど言った通り難易度は修羅です。で、武将の死亡はありです。やっぱりね、戦場において死なないなんてことはないですからね。で、無双武将入れ替えはなしで、汎用武将入れ替えもなし。そして自動配置による登場、これはお気に入りにします。ちょっと1周目に作ったエディット武将が出ないように、今回パート0で作った17名の武将にお気に入りつけております。で、私が操作するのはこちらのあきみろになります。今回はね、女性キャラになりました。はい、始まりました。まだ在野の状態なんで、どこの国にも使えておりません。まあ、基本的に今回も、どこかの勢力に使えるつもりはございません。私が旗揚げして、君主として皆さんを集めていくつもりです。とりあえず私が今いる場所は、王老のところのようですね。王老さん、この乱世、生き抜いていけるかな?秋見の衣装は虎をイメージしてる感じですよね。今年がね、虎年なんで合ってる気がしますね。私は虎になる、虎になるんだ。奴が私の獲物でロックオン。そんな感じかな。この乱世を救うために私にできることを考えましょう。ほう、こんな声だったんですね。エディットオブショーを作るときはね、ちょっと17名必要だったんで、ポン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 作ってたんで、声とか確認してる暇がなかったんですよね。まあ、作った武将のね、アクションはどうなのかとか、声がどうなのかとかはね、やりながら試していきたいというか、聞いていったりしようと思います。現在、私がいる場所は、南海ですね。まあ、今は放浪軍というか、在野扱いなので、まず、武将を探しに行きたいと思います。確か武将が2人以上にならないと旗揚げできなかった気がするんですよね。うん、今のところ旗揚げ的な項目はないので、うん、とりあえず人事ですね。勧誘、ここにいてくれるかな。残念ながらここにエディット武将はいないようです。ではちょっと移動したいですね。こうなると移動、まずは武将を発見することが大事。まあ、ただ都市に合わせて情報切り替えすれば武将見れますね。あ、クロチさんがいる、クマさんもいる、オムカルさんが原発行に使えてるな。なるほどね、もう初めからもう使えてるパターンもあるのか。全員在野かなって気もしたんですけど、ここにはセシさんやフミフミさんなどもいますね。まあちょっとあんまり移動しすぎないよう近い場所から集めていこうかな。なんで左か上か右か。オムカルさんは残念ながらその原発国にも登用されちゃってるので、そうですね、調査に行ってクロッチさんとクマさんのお二人を勧誘したいと思います。
移動だ。2ヶ月。1回行動ごとに1ヶ月だから早いんですよね。これはザイヤの人、軍団長暗殺を持ちかけてきました。いやー、そう、実は今回悪い君主を目指そうかなって気持ちもちょっとあったんですけど、皆さんをね、こう引っ張る隊長ってか君主として、さすがに悪人になるのはちょっと気が引けるなと思ったので、今回悪いことは控えていこうと思います。ちょっと別のね、エンパイアシリーズで改めてちょっと初段祭りとか悪逆皇帝目指してみようと思ってるんですよね。今まで全部いい皇帝みたいにやってるんで、とりあえず今回は皆さんにね、慕われるいい秋美濃になりたいと思います。では勧誘です。ここにいるクロッチさん、資源が足りないため実行できません。しまった、お金ゼロだった。これはまず依頼しないとダメですね。依頼、地域ごとに発生している依頼を受けて戦闘を行います。依頼を達成すると依頼主である武将との友好度が上がったり、資源や武器などの報酬や功績を得たりするほか、新たな依頼が発生するようになりますとのことなので、ちょっとまずはこの依頼をこなしていってお金を貯めましょうか。ついでにエディット武将の方がいればそちらの方のを引き受けたいですね。と思ったらふみふみさん、軍団長暗殺じゃん。ちょっとそれやるわけにはいかない。どうしよう、ちょっとここはエディット武将の方ではなくて違うのを選ぶか。いやダメだな、さっきいい勲章目指すとか言ったけど、なんかできる限りね、せっかく視聴者の皆さんが参加してくださったので、そちら絡んでいきたいですよね。ちょっと1回ぐらいやるか。まあ、なるべくいい君主で行くんですけど、エディット武将の方発見して暗殺系しかなかったら仕方なくやります。 GO! さあまず武将情報ですかね、武器とかここで確認できます。セブンエンパイズは2つの武器をセットできる感じですね。メインの武器とサブ武器みたいな感じです。私は君色は大剣使いのようですね。でセカンド武器は刀をつけてる感じですね。適性が星1とだいぶ低いですけど、まあ2つとも同じ武器つけても仕方ないんで、このままザンバ刀と青龍刀でいきましょう。アイテムに関しては1周目の時に作った馬がある感じですね。まあ、一応使っていきましょうか。ただ新しい馬が手に入ったら買えると思います。防具というか装備アイテムもありますね。鉄鋼銃、そして混合貝、まあ、せっかく持ってるんでね、つけちゃいましょう。これぐらいかな。このアイテム仕様っていうのは別に得点ポイントっていうのがあるんですけど、それを使えばこの戦闘中だけ効果を発揮する感じで使えます。まあ、基本的にこれはあまり使わないようにしようかなと思ってます。本当にやべえなと思った時の切り札的、そんな感じで使っていきます。はい、では初の依頼やっていきましょう。気づかれないように行かなきゃいけないのか。しかも修羅ですからね、敵も強いだろうな。そして時間制限あるのか、これは大変だな。はい、敵に見つからずに接近成功です。ほい、そう、セブンエンパイアズは初めから全アクション使えるんですよね。では試していきますか。今のは5回目のやつから、とりあえず普通の三角がこれですね。ただ振り回してるだけか。で四角三角が上に勝ち上げか。12回からがって言ってる間に終わっちゃった。はい、暗殺に成功でーす。悪いことしちゃったよー、勝利ー。ドゥルルルルルルー。はい、軍団長暗殺成功でーす。有効度がふみふみさん D から B になりました。しかし人徳は下がりました。お、称号獲得です。静かなる刃。おっと、生き様が変化しました。沈着なる関心かな。ニシンを持つ師匠、飛型も獲得しましたね。毒斬りです。
3月突入。さてさて、お金が600になりましたね。これで誘えるかな。有効度が低いと成功率低い気がするんですよね。でも成功率 84% あるな。では上から順々に行きましょうか。クロチさん、カモーン。参りましょう。そこまでおっしゃるなら仕方ありませんわね。お仲間になって差し上げてもよくってよ。クロチさん、見た目通りの喋り方と声だな。紳士っぽいって言ったんですけど、本当にそんな感じがする。これも安らかな世を築くためです。そうだ、安らかな世を築くために暗殺したんだ、許して。アキミロはクロチと共に放浪軍を結成しました。我々にとっては大いなる一歩を踏み出しました。しかし、しかしまだだ。ここからさらに収入をゲットしてクマさんを誘うんだ。お金が2450になりましたね。東洋クマさん 53%。 なんだ、放浪軍になったら急に成功率が下がったな。一回会話しようかな。放流でクマさん、楽しいね。俺はこの時のために日々戦ってるのさ。そうなんですか。結構陽気な感じですね、クマさん。有効度が C に上がりました。これで東洋ナンパになったかな。各地でいろいろ戦ってますね。早いな。まだこっちは東洋で精一杯です。 59% 全然低いな。ちょっとあと何回か交流して成功率上がったら投与仕掛けてみます。頭も使いすぎては鈍る。こういう休みも必要だな。なんか孫生さんが急に話しかけてきたんですけど、熊の仲介により孫生との有効度が上昇しました。あ、武将を紹介されたんですね。そして熊さん有効度が A になって成功率が 82% になったんで投与仕掛けます。来てくれ。よくぞ来てくれました。あ、成功です。そなたの力頼みにしていますよ。頼みにしてます。いや、順調に仲間増えてますね。クマがアキミロ勢力に加入しました。イエーイ。早くも3人目、自分も含めですけど。あ、称号獲得です。良妻六妖でいいのかな。東洋が1回成功する。7月突入。さあ、ではここからは兵を集めていかないとまずいのかな。現在の我が軍のその兵の状態とか見たいですね。あ、そうか、セブンエンパイアーズは一人一人の武将に兵がついてるってわけじゃなくて、右上に書いてる3000っていうのを戦闘に出すときに振り分ける感じでしたっけ。そういえば、なるほどね。ただ一人に持てる兵士数がどんなもんだったっけな。ここら辺に書いてあるわけじゃなかったか。出陣するときに設定するのでわかるか。ちょっともうちょいさすがに兵必要かな。修羅なんでね、武器も欲しいんですよね。武器や外見も残念ながらないですね。確か都市を奪っていって鍛冶屋かなんか作るんでしたっけ。なんか8エンパイアとか6エンパイアとかいろんなものが混ざってて、どれがどうだったか今忘れてますね。多分一度見れば、あ、このシリーズのやつかって思い出すと思うんですけど、8エンパイアの修羅やった限り初期武器で勝つのは相当難しかったんですよね。7も同じかな。とりあえず歩兵しておきましょうか。さあ、これで1000増えましたね。さらに歩兵しなくてもね、毎ターンっていうか1ヶ月に1回250とかちょっとずつ増えてはいるんですよね。戦闘をちなみにやる場合はどうだろうな。ここ孫権か。さすがに孫権のところいきなり旗揚げで倒すのは厳しい気がするな。王老軍のところに移動しましょうか。初めのところロックオンしてたし、こっちだ。何回や移動。我々の敵は王老軍だ。領地は持たぬが、自
由に動ける利点もある。まずは挙兵し、我らの名、天下に響かせよ。では、チンリンさんだったけな。なんか若干違う気がする。放浪軍を結成しましたね。うちだと同じです。そして、ここ、今攻められてますね。これで疲弊したところをかすめ取るっていうのがいいんじゃないでしょうか。ちょっともう一回防衛しとこう。右から来てる軍が矢印消えたら行きましょう。頭も使いすぎては鈍る。また紹介かな。これは休みも必要だな。熊さんよく仲介してくれますね。お、今度反撃しようとしてます。これちょうどいいんじゃないか。あの戦いが終わったら攻めてみましょうか。とりあえずそれまでとにかく歩兵です。兵を集める。はい、11月になって落ち着いたようなので、負け覚悟で戦闘を仕掛けてみたいと思います。旗揚げじゃい。果たして我々は勝てるのか。クマさん、クロッチさん、あ、同じ人選んじゃった。これで最大兵力分割。クマさんが若干少なくなっちゃってるな。こんな感じか。アキミロ少なめ。いやーでもそうするとさすがに危ないか、君主だし。これでいきましょうか。合計兵力は7000、劣勢。マジか、戦闘してたんじゃないの。まあいっか、これでダメだったらまた仲間をちょっと集めに行きましょうか。一回シュラがね、どんなもんか経験しに行きましょう。決定。これ以上民が苦しむのを見ていられません。私が新しい世を築きます。築きます。それとも協力よろしくです。はい、都市攻略になった場合は先行目標っていうのがあるんですよね。セブンはこれをやると功績が多くもらえるんですけど、難しいやつほど成功するの大変なんで、ちょっと今回簡単なのにしていきます。特に体力維持系、兵力か、兵力維持系はやめた方がいい気がするな。シュナだったらあっという間に HP が減っていく気がするんで、何分以内とかもやめた方がいいな多分。てかまず、まあ、ぶっちゃけほんと勝てる自信ないですね。シュラが初期武器で勝てるほど甘い難易度じゃないっていうのは無双シリーズ共通だと思うんで、まあ、ほんと今回はシュラがどのぐらいの強さかなっていうのを見れればいいと思います。戦闘開始。お、これは初めての戦闘だから入った感じかな。色的には食軍の色してるな。さあ行くぞ皆の衆、私についてまいれ。敵の勢いが勝っている。負けて決まったわけではありません。そうだ、負けて決まったわけではない。あ、いきなり武将来た。これはコヨウさんかな。あれでも思ったより強くないな。結構減らせてますね。おりゃー、おーっと、あとか、やべえ、HP がやべえ、なにこれ。左下並み、やばいんですけど、もう HP やばい。やるじゃないか。ちょっとモーション確認したかったんですけど、そんなこと言ってる場合じゃないですね、これ。おりゃーそう。ちなみに敵の武将の頭の上についてる青い三角形のやつは、あれが弱点って感じですね。オッケー。逆に逆三角形のびっくりついてる敵は今の敵とは、あ、敵じゃない、武器と相性が悪いって感じなので、セカンド武器と切り替えた方がいいです。てかやべえ、疲れたら終わる。怖っ。あ、セカンド武器と相性いいみたいですね。やべえ、違う、終わる。ちょっと待てー。おお、クロッチさんが通常拠点を制圧してくれました。素晴らしい。これで肉まんがゲットできる。そうですね、私も拠点を落としに行きましょうか。ちょっとこの雑魚でモーション確認しましょうか。1,2がなんかちょっと突き出してますね。 1,2,3 がこの吹っ飛ばした後に追加チャージ攻撃ですね。 1,2,3,4 が 1,2 ちょっと待って、雑魚の攻撃すら強え。かなり HP 減ってる。4回目は勝ち上げですね。
で、5回目が、フットバーシからの真空波打ってますね。やべえな、これマジで。拠点、一人で落とせないかもしれない。だー、イエーイ。ラグラがあるのか。やべえ。くー、武装だ。武装はこれ、孫作のトンファーか。くらえー、そういえば、絶対防御。これ15秒間 HP が0になりません。ちょっと回復、今のうちに撤退する。無敵のうちに撤退しないと終わる。おーっと、クマさんが、敗走したか？いや、逃げようとしてるのか。マップ見る限り、まだやられてはいない。だー、小遊さんに左の拠点が落とされた。超むずいなぁ。さすがシュラだ。お、でもクロスさんが拠点奪い取ってる。素晴らしいよ。さっき僕が戦ってたところですね。わぁ、二人も武将いるのか。しかも片方ずつ相性が悪い。ありゃ、相性悪いと吹っ飛ばせないんですよね。こういう特別な攻撃じゃないと。いってー、やべえ、絶対防御使わないと終わる。くわー、ぶねー、どうせー、やばい、もう解ける、もう15秒経った。あー、終わった。いや、生きてる生きてる、まだ耐えてる。一旦下がる。再び小陽さんの前に来ました。出るー、1、2、3、くらえ、ちょっとでー、これが頼りになる。だんだん疲れたのか、横からやろう。やめてー、雑魚クーやられると一応戻ってこれるんですけど、兵力がだいぶ減ります。やばい、マジで強い。さすがシュラ、これはまずいぞ。小陽さんまた発見。こっちだって倒して兵力を奪う。クロエ、よし、クマさんも頑張ってる。うちー、しかし、ほんとこの大剣振りが遅いのが困るな。よし、小陽さん、打ち取りました。捕獲しました。いいよいいよ、覚悟を決めましょう。あー、負けましたまあ、ですよね。ちょっとまだ早すぎたな。うん。でも、エイト・エンファイアーズのシュラほど初期武器で厳しいって感じでもなかった気がしますね。得点ポイントで防御力上げれば、あー、クロッチさんが捕まってる。しかも取られた。マジかー、絶対取り返す。お、なんだ、イベント入りました。クマさんと2人になってラブラブになっちゃったかな。クロッチさん、一緒にいたかったのに、なんか、お邪魔虫みたいな感じになっちゃったの？恋のね、恋って意味ですよ。二人きりになった瞬間、急にイベントが進展したんで。俺さ、この乱世、あんたと一緒に行きたいんだ。早いな、まだ何もしてないけど。あんたはどうだい？ゆっくりでいいから、考えておいてくれ。告白されちゃった。クマの告白を受けれますか？そうだな、決めました。今回のシリーズはこのように相手から告白されたりした場合に、はいかいいえを抽選王で決めていきます。いでよ抽選王。1がはい、2がいいえということで、これで出たものに決めていきます。どどーん、1番、はい。ではパート1にして、早くもクマさんと結婚しまーす。すぐに婚礼の儀を行いますか。イエス、やりました。こんなに早く結婚できるとは思いませんでしたね。いや、しかし私の頭の中からクロスさんの存在が忘れられない。あなた様についてまいります。ついていきます、クマさんだから僕のことも支えてください。愛想つかされちゃたまんね。
照れてる照れてる、顔背けちゃって。民の方を向いただけかな。クマが配偶者になりました。イエーイ。はい、しかし私はクロツさんを失ってしまいました。まあただ処刑されたとかじゃなくて、オーローグに登用されただけなので、普通にここのオーロー軍を倒したりすれば、再びクロスさんを仲間にすることはできるはずです。ただ、それはまた別のパートでやっていこうかなと思います。ちょっと今回やった感じ、さすがにまだ2人で戦えるって感じしなかったので、ちょっと各地を転々として、在野になってるエディット部署を仲間にしていきたいと思います。きっとまだいるはずなんで、それで歩兵しないと多分現状戦うのは厳しいかなと思いますって感じですね。なんで放浪軍の名にふさわしいように放浪していきたいと思います。まあそれは次回以降やっていきます。ということで今回はこれで終了です。この動画面白かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録とコメントいただけるとめっちゃ励みになるんで、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回は仲間何人集まるかな。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。